この動画はプロモーションを含みます。お邪魔しました、ピンチョータンと申します。よろしくお願いいたします。いきなりですけど今日これやります。バスポータブルエスプレッソメーカーアウティンナノ、こちらを今日使っていきたいと思いますね。この深緑色の可愛い箱、ポータブルエスプレッソメーカー株式会社アイファーさん、会社の中のファイター、そういった人が集まった、そういう人たちが集まった会社さんがいただきました。ありがとうございます。そもそもね、僕ん家にエスプレッソを出す機械一個もないです。まあ、強いて言うならあれですね、マキネッタ、あれはあるんですけど、まあ、これがどういうねマジエスプレッソのか全然わかんないですけど、そういったエスプレッソ入って僕ね初めてですよ。マジ面白いし、マジで面白いそうだし、あとこれのね販売ページというか、それ見させてもらったんですけど、めちゃくちゃかっこいい。ポータブルって言ってるぐらいですから、キャンプも視野に入ってるわけですよ。これね、キャンプでエスプレッソ、まあ、引いたカフェラテっていうんですか、そこまで考えたらねめっちゃいいじゃないですか。これなんか面白いキャンプできそうだなと思うんで、その点でもいいですよね、ポータブル。まあ、早速ですね、ここのロックみたいなところをシュッと見てください。ここにねなんか柄が書いてますよ。オープンプライス、ハーブロンアウトリン、何書いてるか分からないですけど、完全にアウトドアの絵が描いてます。でこれね、ハートが描いてる。はい、もうカフェラテだ、意識してる。作り方みたいなの書いてるのが、牛乳とか水とかの比率でモカなんとかラテアメリカーノみたいなの書いてます。そう、エスプレッソってことは抽出したエスプレッソにお湯を足せばアメリカーノになると、まあそういった意味でコーヒーもねこれで飲めると。もうすっごい半透明の、よく印刷しましたねこれね、 FAQ みたいな、軽い質問ここで解決しますみたいな。でこれがガチ説明ですね。そうこれね、あれなんですよ、カプセル式ってあるじゃないですか、あのネスプレッソとか、もうコーヒーの粉がカプセルの中に入ってるやつ、それ使えると。そして普通のコーヒー豆ひいたやつでも使えるんです。好きな豆を入れれるわけですよ。そこの幅の広さ半端ねってことで、むにゅっと出てくる。これ本体だ、バイーン、めちゃくちゃ、あ、白いね、これ白いんだ、僕もらったの白いやつですね。ちょっと、あっ、どうすどうすどうす、これ何入れる場所だ、水か、お湯入れる場所が 50ml70ml マックスって文字が書いてて、ここに水を入れて多分こうパッキン、これは、あーすごい、下が取れて、なんか何かをグッて電池入れるとこみたいなの、あーなるほど、これ多分ねあれだな、粉入れるバケットっていうんですか、とポルターフィルターっていうんですか、エスプレッソ用語でそれだ。おおいし、あのね、じゃあどっちもアタッチメントみたいなことか、さっきのこれが多分これ付け替えてすぐいけるってことでしょ。うん、絶対そうだ。はいはいはい、これ一応ね充電式らしいんで、ここだ、タイプ C で、しかもエスプレッソってことは細引きってことっすよね、極細ってことっすよね。僕エスプレッソ相手持ってないから、あのミルがないな。あー、なるほど、金属板の手引きミル持ってないし、ナイスカットミルは極細できないし、あれだ、唯一できるよみたいな雰囲気のフォーレックス銀の細長のミルは今ちょうど荻原さんに貸してるっていう撮影で使いたいから持ってっていいですか、全然いいっすよっていう、あれでできるかな、フォーレックスとウリ2つのアマゾンの1000円のやつ、こういうやつ多分ね細引きはいけんじゃないか、まあやるしかないよね。あの本番というかガチ装備っていうんですか、そういうのでやるときはあのキャンプ行った動画を作ろうかなと思いますんで、今日はこれで頑張りますわ。多分いけんじゃないかな。これ多分メジャースプーンですね、めちゃめちゃ可愛い。でこれが充電ケーブル、タイプ C2C のやつしかないんで、アダプターっていうんですか、コンセントに直接刺すところはついてないですね。思ったよりパーツ少ないというか、ああこれで持っていけるってことか。っていうかね、かっこいいな見た目が。ああそうか、充電しとかないとダメだ。あっ、ついた、あ結構充電あるから大丈夫だ。でこれね、普通にこの商品ページがすげえ分かりやすくいろいろ書いてたんで、そこ見ながらちょっと特徴をねさらっていきますわ。キャンプやオフィスで至福のコーヒータイムを、冷水3分でプロのバリスタが認めた味を再現。そうこれね、冷水からいけると、水を上にさっきのとこに入れてグッとやって、こうグッと置いとけば下に熱いエスプレッソが出てくると。でね、20バールって書いてたかな、20気圧、20バール、その圧力、エスプレッソって圧力をグッとやるから濃い味になるみたいなところだと思うんですけど、タンピングとかいらないのか、タンピングはこっちの後ろでやるとかじゃない多分。おー、なんかポータブルコーヒーメーカーのカテゴリーでアマゾンアメリカ1位、アメリカヨーロッパ1位。まあ、ニッチっちゃニッチですよね。ポータブルコーヒーメーカーのカテゴリーですね。で、1位。で、どっかの国のなんとか賞も受賞してるってことですね。で、販売がね、12月8日もうしてます。定価2万2000円ですね。2万2000円。絶対的数値というか、それで聞くと、ああ、結構しますね、みたいな。いいコーヒーメーカー1台買えるぐらいの感じです。ただやっぱね、コンパクトにしていくと、物ってやっぱ高くなったりするんで、持ち運びできるキャンプでも使えるっていうんで、これをちょっとね、紐解いていくと。いいっすね、なんか、冬のキャンプを星空見ながらエスプレッソもしくはカフェラテを飲む、めちゃくちゃ楽しみになってきてます。早速ですね、使ってみましょう。まあね、主な特徴は今言って、
ったことぐらいですよ。すごい。このプロモーションビデオではもう川の水ぶち込んでますね、これに。これね、川の水すくって上に水入れてる。うん、クレマも問題なくできますって書いてある。3時間で満充電？お水から使うんだったら5回ぐらい使える。で、お湯？上に直接お湯ぶち込んでもいいそうなんですけど、沸いてるお湯を。下に100回使えると。どうやって圧力かけてるんですかね、これね。ぐーってやってるのかな、何かを。そのぐらい持つって感じですね。まあ、全然余裕っすね。1回のキャンプで5回ぶち込むことってあんまない。購入者の声みたいなので、多分 YouTuber っぽい人ですね。キャンプ系の人かな？あとコーヒー系の方もいますね。まあ、これもね、他の方の意見もあるんで見てみてくださいって感じですね。まあ、基本的にいいですよね。ざっくりそんな感じですね。やりましょう。やりましょうよ。使用方法ありました。スタイリッシュなボックスから取り出す。箱から取り出すところまで手順に書いててくれます。ちなみに、重さは 700g 未満って書いてるんで、まあ 700g っていう感じで。うん、なるほど。さっきの粉用のあれに、この容量の 80% ぐらいまで、まあ8分目まで入れてください。それが5、6g になるはずだぜって書いてますね。そしたらとりあえず 6g 引いてみるか。あ、やっぱこれね、タンパーっぽくなってる。これマジどうやって圧力かけるんだろう。帰りの豆程度もし結構深いものじゃない。あ、深いね。フレンチぐらいっていう気がします。グアテマラのフルシティロースト、これを 6g。 あ、いい全然超油浮いてる。さて、一人でできるかな。斜めだけ可愛いっすよね。こんな感じですね。はいはいはい。まあまあ深いっすよね。いいっすよね。これをじゃあちょっとこのすごいこう締めると、あ、深入りだから引きやすいね。もっとだな、僕の記憶の中ではかなりもっとだわ。そう、何回かね、引いてるから、本当にパウダー状、あ、なんかパウダーっぽくなってる気がするな。引きやすいぞ、全然。やるじゃん、アマゾン。もっとかな。よし。やばい音が鳴ってきましたセラミックとセラミックが当たった。ああ、まあこれが限界かな。これが一番細い感じにしてましたね。まあまあまあ、いいんじゃない？多分エスプレッソにしたら、ちょっと、粗いですよね。いいんじゃない、結構。ちょっとね、豆時間が経ってる気がするんで、クレマはどうかなって感じっすね。うわ、めちゃめちゃ粉だ。めっちゃ粉、これいけるわ。やるやんけ、アマゾン見るよ、1000円。めっちゃ時間かかってくるね。こんなもん、見てください。ねえ。はいはいはい。こういう感じ、おぉ。なんかすごいエスプレッソしてるな、今。でもこれをこのタンパ風に押し込むと、あ、すごい良くない？これやっていいのかな、これっていうか、グッて綺麗な水平線、何の意識もしないでやっちゃいましたけど、押し込めって多分これね書いてないから、スプーンを使ってコーヒー粉を 80% 以下に圧縮し蓋を閉めます。なるほどですね、分かりました。ちょっと今ね追加で押す感じになりますけど、まあ、多分そんなにね、このガッチリ意識しないとねみたいなほど今した方がいいんでしょうけど、こんなもんじゃない。圧縮しました。グッと今。今ちょっとグッとやります。ちょっとめちゃくちゃいいぞ、これ。なんかエスプレッソしてるぞ、今。もう、打ち込むだけやん。フィルターバスケットをハンドルに入れます。ポルターフィルターをマシンにねじ込みます。上蓋を外し、水を入れて蓋を閉める。最も本格的な30ミリのエスプレッソを手に入れるには、50ミリの水を追加することをお勧めします。常温水を50入れる。まあ、せっかくなんで水からやってみますわ。この蓋を閉める。ここにやって、このネジをこういう風に。はいはい。もしグッと閉めろって書いてるんで、イエス。そして、あ、水ね、水入れます。ああ、そっか。あ、メモリあるから別にこれなくていいんだ、さすがアウトドア。メモリありますね、ここに。50、70とでマックスついてます。いきましょうか、これでいいってことだ。いきます、グッ。ああ、そっか、今温めてるんですもんね。ん、温めてるのかな。何の音もしない。長押しとか。冷水はビープ音が鳴るまでボタンを2秒間押し続ける。うんうん、あ、長押しか。わあ、なるほどね。あ、これ経過時間みたいな、残り時間みたいな。お湯を入れた場合は5秒間長押し、もしくはダブルタップって感じかな。で、直接抽出を開始します。うごめきがありますね。これで3分ちょっと待ちます。で、自動的に始まるのか。これで見れる気がするな。これでやってみようかな。これ多分一番見やすい。なるほど、これ溜まったら多分あれか。いけるいける、怒られる、これ大丈夫ですか。めちゃめちゃいいっすね、めちゃめちゃいいっすよ。あ、もうちょいだ。お、すごい。おお、待って、片手塞がってます。振動で倒れかねない。ピントだけ渡して、おお、いいくない。え、めちゃめちゃ良くないか。
ブリブリ言ってますけども、ブリブリ言ってますけど、え、これめっちゃ良くないか。じゃ、車すごくない？え？これ車、どこが車？自動で止まるはず？ああ、なるほど。ああ、上の方が車か。落差があったから車がすごいあるように見えたけど、あの、これ、いいんじゃない？ちょっとシャバいか。でも、思ったよりトロトロやんだったな。初回だし、あの、なんのね、あの、流度とかもノリでやったけど。これ、あっつい。まあ、当たり前だけど。あ、すごい。ちょっと、これ、そのまま。今、落としたての、なんもあれですけど、実食！うわ、逃げ。エスプレッソってさ、すっごいストロングで。あ、でも、トロトロしてるぞ。お砂糖。謎の、普通の砂糖しか僕持ってないんですけど、スティックシュガーなかった。ナイス。あ、まあ、取るほどでもなく、シャバシャバっと下に行ったんで、あれなんですけど。こんなもんかな？よし。お砂糖入れてね。いただきます！あー、うまい。なんか、あ、全然いいな。これ多分もっと細かくしたらもっとトロトロやんできそうな、なんか雰囲気すごいあったな。あ、もう一回やろう。信じられないほど偶然なんですけど、普段家にない牛乳が今たまたま家にあるんで、これちょっと入れよう。もう一回引かないといけないのか。終わったやつ見てみたいな。ぐっ、あ、すごいこぼれた。なんかね、そのまんまびちゃびちゃのさっきのやつが。ちょっと引くの半端ないですけど、もう一回やってカフェラテで締めます。もうそれおまけでやりますわ。確かにこれネスプレッソのカップ買っといたら片付けは楽ですね。もう銀のポルタフィルター、根詰まりとかしたらちょっと洗いたいですけど、これか。ということで使ってみました。僕のこの辺のあれの余地はあるんですけど、Amazon の1000円で今引いてみただけですからね。それで普通に泡ありましたね。クレマありました。あー、すごいね。マジでボタン一つ。カプセルならなおさら、ま、ポイってやるだけだ。思ったよりキャンプに使えるかもしれないです。僕結構あの、なんだろう、キャンプにもいいみたいな触れ込みのものって結構あるじゃないですか。これもサイズ的には他のものよりはちっちゃいですけど、まあ、例えばソロキャンプとかですけど、ソロキャンプとかでバッグにぶち込むってなったら、まあまあでかいわけですよ。普通大きいはずのアイテムのものをちっちゃくしたっていうのは、なんていうんですかね、そのカテゴリー、その業界で見ればすごい小さくてキャンプにいいぞみたいになるかもしれないですけど、キャンプする人にとってはそもそもでかいのが結構あるんですけど、これはこの大きさを差し引いても良さそう。面白いし、あとかっこいいしね。黒も超かっこいいんじゃないかな。これはね、あのプレゼントしますっていう形で、まあ、最初にプロモーション含みますって言ったんですけど、これをいただいたんですよ。なんで自分の選ばない色、間違いなく白を選ばないと思うんで、逆にいいなって今思ってますね。キャンプに持っていきたいですね。それまでにグラインダーを買わないためか、カプセルを持っていこう。まあ、そしたらそっちも一応体験できるみたいになるから、一番楽なエスプレッソの抽出方法ですよね、多分ね。お湯入れてアメリカーノとかでも飲んでみようかな。まあ、そのキャンプ編もね、見ていただければと思います。まあ、定価2万2000円でね、なかなかしますけど、洗練されたようなね、かっこいい見た目で、このお手軽な簡単な機能ね、結構いいと思います。僕めちゃくちゃ面白いもの手に入れましたね。です、今日は家だけで使いました、ポータブルエスプレッソメーカーアウティン。かっこよくて面白そうです。どうでしょう。あんまだね。ちょうど、来ましたね。ちょうどです。直接行きたい。はい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 。全然ピントが合いません。はい、ごめんなさい。全然ピントが合わないまま終了しましたね。でも先にこっちにちょっと出ちゃったしっていうので。ですか？ですかですか？これ普通に美味しそう。ねえ、いい感じじゃない？ちょっとこのまま、うん、うまい、めっちゃうまい、うん、やっぱカフェオレよりちょっとストロングな、これはありですね。どっかのキャンプでいつかラテアートやってみたいと思いますね。よろしくお願いします。